はい、こんにちは、1 1 6インズです。さあ、今回はオールスターについて話していきますが、今年のオールスターは現地7月19日、ドジャースタジアムで開催予定で、そのファン投票が先日始まりましたね。ピッチャーのオールスター選出にあまりファンは関与できませんが、野手に関しては毎日熱心に投票すれば、まあもしかしたら自分が推している選手をオールスターの舞台に連れていくことが可能かもしれませんので、投票の第一フェーズは現地時間で今月末まで行えますので、毎日忘れずに投票したいところです。 さてそんなオールスター関連で、我らがマリナーズはどうかといえば、ここ2回のオールスターは最低人数の1人しか選出されていません。昨年の菊池選手はオールスター前日に出場辞退となったので、実際の試合でプレイした選手は昨年に至ってはゼロ。まあ、チームが強くないので出る人数が少ないのは当たり前といえばそうなんですが、今年はどうにかもう少し選出されてほしい。 ということで、マリナーズからオールスター出場の可能性が多少はありそうな4人の選手の良さをアピールしまして、視聴者の皆さんにも投票してもらおうというのが今日の動画のコンタンです。 はい、一人目はファーストのタイフランス。マリナズ打線で一番彼にはオールスター行ってほしいと思いますし、可能性も一番高いんじゃないかと思っている選手ですね。今季が MLB4 年目で、まだオールスターに選ばれた経験はありませんが、この時代に珍しくとにかくヒットを量産するフランス。フィールド全体を使った打撃がうまく、特に追い込まれてからも逆方向に簡単にヒットを打つ姿は、今季何度見たことか。 多少崩されてもヒットにしちゃうんだからすごい。今季はここまで57試合に出場して打率3割2分7厘、OPS8 割9分3厘。マリナーズ打線で今最も頼りになるバッターで、フランスでダメなら仕方ないと思えるレベルの選手。この打力に加えてファースト守備も平均以上の水準で、まさに攻守にチームに貢献してくれるのがタイフランスという男です。で、今季のフランスの活躍ですが、リーグ全体で見ても上位クラスなんですよね。 ウィンザーオリプレイスメント2.9はジャッジ、マーティンペレスに次いでリーグ3位の好成績で、この時点でいかに今期のフランスの貢献度が高いことがわかるかと思いますが、打率、出塁率、超打率はすべてリーグの全ファースト中トップ3、WRC プラス167はファーストの中ではトップの数字で、リーグの全打者の中でも7位と今期のファーストのみならず、他のポジションの打者と比べてもフランスは打撃面で非常にインパクトを残していると、 ヒット74本もレッドソックスのデバースに次ぐ数字でヒットも量産しています。 あとは全然関係ないですが、デッドボールも他者の追随を許さないペースで稼いでいて、体を張って出塁するところももう素敵。エールのファースト部門で昨年 MVP 級の成績を残したブルージェイズのゲレイロジュニアが、おそらく人気の面では1本も2本も先を言っており、ファン投票ではまだゲレイロが有利かなと思ったりもするんですが、今季のここまでの活躍ぶりを見てぜひね、フランスにも票を入れていただきたいのが個人的な願いです。あの芸術的な流し打ちをオールスターでもやってもらいましょうよ。 はい、続いて二人目はショートの JP クロフォード。昨年も6月くらいに一気に調子を上げて、もしかしたらオールスター行けるかもと淡い期待を抱きましたが、残念ながら落選。今季こそこちらもオールスターに選ばれてほしい選手ですね。数々のショートの大物 FA に目もくれず、開幕直前にチームがクロフォードと長期契約を結ぶ程度には、彼の才能を気に入っているマリナーズフロントですが、今季はここまでまたバッティングが進化する一年となってますね。54試合の出場で打率2割9分4厘、OPS8 割2分3厘、 開幕直後と比較してさすがにバッティングの調子自体は落ちてきた印象ですが深刻な中軸不足に悩むチームにあって今季は3番や4番を務める機会も多かったりと打線に欠かせない存在なのは事実2020年にゴールドグラブ賞に輝いたこともあるショート守備も相変わらず優秀でフランスと共に攻守にチームの中心選手となってきましたそんなクロフォードも今季リーグ全体で見てもバッティング光るものがあります ウィンザー・ウォリプレスメント2.5はリーグの全選手中10位で、打率出塁率はリーグのショートの中ではトップ3。今季だけで言えば完全に打てるショートです。WRC プラス147もショート中2位。本当にあのクロフォードなのかと疑いたくもなりますが、今季はバッティング面でもオールスターの議論に加われるだけの成績は残しているんですよね。打席に占めるフォアボールの割合が11%と、エールのショートでは唯一10%台に乗っているアプローチの良さも、これももっと評価されてほしい。 ただ、クロフォードのオールスター選出に逆風なのが、アストロズのルーキー、ジェレミー・ペイニャが今季、攻守にルーキーとは思えない活躍を見せている点と、強力なファンベースを持つレッドソックスのザンダー・ボガーツが、まあ、相変わらず素晴らしい成績を残している点。これなんですよね。ペイニャやボガーツでは叶えられないクロフォードならではのプレイとして、ヘルメットが吹っ飛ぶくらいのフルスイングからのポテンヒットという飛距離のトリックアートがありますが、これで票が集まるのかなというところが、まあ、ちょっとわからないところですかね。 はい、3人目はセンターのフリオ・ロドリです。MLB 有数のトッププロスペクトとして今季 MLB デビューを果たし、開幕してしばらくはなかなかヒットが出なかったりですとか、審判からの厳しい判定にも見舞われたりして、打撃成績が伸び悩んでいましたが、5月を過ぎた頃には本領を発揮。すっかりリーグ平均以上のバッターになりましたね。 プロスペクト時代から評価されてきたパワーを発揮して逆方向にもホームランを放り込めますし、これでいて MLB トップの17盗塁を記録するスピードも兼ね揃えている非常にダイナミックな選手。序盤のスランプなんてみんなすっかり忘れて、今やマリナーズ打線の3番、中軸を担っています。 エールの外野手部門は今季キャリアイヤーとなりそうなヤンキースのアーロン・ジャッジや人類最高の野球選手ことエンゼルスのマイク・トラウトがいたりと壁が高く、まあ、実際のところフリオがファン投票で選出される可能性は低い気がしていますが、フリオに関して抑えてもらいたいのがこの数値。4月22日以降フリオは打率3割5人、OPS8 割6分1人と一流の打撃成績を並べているわけですが、これはいずれも同じ期間のリーグ全打者中16位の成績。 審判からの厳しいストライクゾーン判定をそこまで受けなくなってきたあたりの時期からの不良というのは、実はもうリーグの中でもトップ20、トップ15のバッターなんですよね。これはもっと評価されてもいいんじゃないかなと思いますし、オールスターの議論のテーブルにも立てるんじゃないのかなと。 野球を心の底から楽しみ、またパワーとスピードの両方でダイナミックなプレーに期待できる、今のフリオなら、オールスターの舞台でも周囲が轟くようなプレーをきっと見せてくれることでしょうから、ジャッジ、トラウト以外の外野手誰にしようかなと迷われた際には、ぜひこのフリオの活躍を思い出していただければなぁと思います。 はい。そして最後はサードのエウヘニオス・スワレス。オフにレッツから半ばサラリーダンプのような形でジェシー・ウィンカーと共にマリナズへやってきたスワレスですが、今のところウィンカー以上の活躍を見せていますね。当たればどこまでも飛んでいくパワーが自慢で、ホームランはここまで11本。打者に優しいとは言い難いシアトルの環境でシーズン30本ペースで打っていますし、なんなら WRC プラスが133と、実はールのサードの中では4位なんですよね。パッと見の打撃成績は目立たないかもしれませんが、意外に頑張っていると。 ただ、エールのサードでは、レッドソックスのラファエル・デバースや、ガーディアンズのホセ・ラミレスが頭一つも二つも抜けていて、正直スワレスが入る余地はないんですが、一応リーグのサードの中でも上位クラスのバッティングは見せているよということは知ってほしいですかね。という感じで4人見てきましたが、まあ、フランスが一番可能性としては高そうかなと、他のファーストと比べても十分オールスター行けるだけの成績ですしね。 で、クロフォードとフリオがおそらくボーダー。まあちょっと可能性は低いかなという感じなんですけれども、どちらかといえばクロフォードの方が可能性としてはいやいや高いかなといった感じですかね。この二人からどうにかもう一人選ばれたら同のじですかね。まあ、マリナーズでは先発のローガン・ギルバートが今のピッチングならオールスター行けそうなので、現実的な線としてはフランス・ギルバートを送り出せればといったところでしょうか。 マリナーズの選手たちがオールスターの舞台で躍動する姿は心の底から見たいと思っていますので、一人でも多く選ばれることを願っていますし、私自身投票でサポートしたいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。